こんにちは、ハムです。ベトナム最後の楽園と呼ばれるフーコック島に旅行をしました。インドシナ半島の東側に位置するベトナムでは夕日を見ることができる唯一のビーチが存在します。ホーチミン経由で1時間、島の形がハート型ののんびりした島で現地グルメやマッサージを Vlog にしました。ホーチミンにつきまして、フーコックの乗り継ぎまで4時間5時間ぐらいはここで時間を潰します。なんかもうすごくムシムシして、カービィ着てきたのは大失敗です。13万ドルは日本円で約800円ぐらい、気安というわけではないなという印象です。空港内のカフェでフォーをいただきます。国内線はそこで荷物をチェックしてもらったらもうすぐに待合ゾーンなのであんまり大きくはないです。着きました。手つかずの自然が残っています。ホテルに着きました。なんかこんな感じで海が見えるバーがあって結構いい感じです。何？どいてよ。ホテルに着きました。なんかお風呂に壁がなくて、スケスケ、ん？海？海じゃない、シティビューだ。あ、シティビュー、シティビューはいかがでしょう。おベトナムを感じさせるビューですね。アメニティのお水たちに、なんかキッチン専用のシンクがついています。見て、こんなね、素敵なホテルの隣がね、廃墟っていうか空き地で、ベッドのマットレスが落ちしてあって、こっちにも打ち上げられてる。でもすぐ海に入れて、そこは最高。なんかすごい可愛いお花柄のバケツが挟まっているよ。一人でホテルの近くのカフェに行ってみます。異国を一人で探索するのがすごく好きなのでテンション上がってます。この HD カフェというところに行ってみようと思います。ここ最近ずっとタピオカ飲みたかったからタピオカにしてみました。甘さ控えめって言ったけど、それでもすごい甘そう。なんかあとは食べ物があるけど、なんかちょっとそそられないからここではやめます。ボールプールがすごい充実してる。飲むずれに良さそう。
街が臭いよ。ないかな。元ハノイ駐在のお友達におすすめしてもらったお店に行きます。うちのページはかなり強気のお値段です。でも店内可愛くてとっても清潔感あります。メニューはここに直接書いてもらいました。投資はなんか不安定なポップコーン。美味しそう。これは何？カニを揚げた物体？そうこれも一応シグニチャーディッシュで。夜ご飯2軒目シーフードで攻めます。ラッピングされてるカニ。最初にこちらで何を食べるかを決めて原席に向かいます。つぶ貝どうぞ。つぶ貝じゃねえ。うまい。うまい。マッサージ屋に来ました。枕が全部トトロです。奥にあるんじゃないの。そうなのかな。足湯からのトトロ。このパンツだけ履いて上は裸ってことね。おはようございます。朝食会場に来ました。なんかベトナムヨーグルトが美味しいらしいのでとりあえず食べてみます。フォーを作ってもらいます。フルーツありました。コウタンが作ってもらったのはもっと野菜がふんだんだったらしい。旅行2日目、お昼寝をプールサイドでしてしまったので今からまたマーケットに行ってベトナムのデザートチェーとかいうのを走って食べたいと思います。バーソコ買ってくる。かなりローカルなお店に入ってみました。屋台のフルーツ皆さんのおばはんがここいいよって教えてくれたの。何が何だか分かんないけどチェって指さして持ってきてもらいます。はい、なんかちょっと想像と違うけどグラスに入っているけど、まあいただきます。緑とピンクのとか何かよく分かんないんだけど、なんかモニュモニュしてて固めのゼリーみたいな。それにあとこうやって豆とかが入ってて美味しいです。我姐家找到了我姐家。プーさんの友達だけいますね。歩き疲れたので綺麗なカフェに入りました。こう私は汚いローカルでもいいんですが、意外とコーターが潔癖気味なのでここで2人で休憩します。上にクリームがあって下に何て言ったっけ、なんかのシードって書いてあったよね。 Wi-Fi もあるしクレカも使える良い綺麗なお店です。そしてお次はまだベトナムでバインミーを食べていないことに気づき、レビューが良さげな店まで歩いて向かっています。来ました。こちらのお店です。こういうちょっと屋台な感じです。アボカドバインミー。 2,30 分お外で待って。野犬がいっぱい。お、なんかいいね、青空バーみたいな。カラオケめっちゃ下手。うん、バイク借りないかと。いける？どう思う？2個のカゴを持ってる人が味を出してくれてる。
早くして早く。に着きました。お昼と違って夜の活気がすごい、なんかきらめいております。私はここで絶対にバナナチェーを食べたい。さよなら。ありがとうだよ。はい、青空カフェ初挑戦、チェを頼んでみようと思います。バナナじゃないけど、よく分からなかったのでこの豆をくださいと言ってみました。おばあが作ってくれます。来たね。はい、バナナのデザートをいただきます。嬉しい、ずっと探してた。なんかバナナ餅のミルクがけです。嬉しい、やっとバナナのデザートにありつけました。しょっぱい串も食べてみます。これ買って、ここの青空レストランでいただきます。これがめっちゃ美味しい。あ、すみませんでした。なんか真珠とフルーツと干した魚とみたいなラインナップが多いです。ショップに入ってみました。かわいい子供向けの、ほら、ワンコとゲーセン、韓国人がいっぱい来るからか、韓国語か英語かのメニューになっています。ふみふみがある。アロママッサージですごい気持ちよかったけど、なんかさ、いきなりさ技みたいなの繰り広げるときなかった？なんかあと、お、この音楽の切り替わりがなんかフェードアウトして切り替わるとかじゃなくて、なんか一回ペツって無音になってなんか15秒ぐらいに開始するみたいな、なんかそこはちょっと面白かったけど、総合的にすごく満足です。なんかカフェとかビストロとかいろんなお店が集まってるエリアです。風がすごい気持ちいい。最後、ホテル戻る前に一杯やろうということで、なんか吹き抜けが素敵なお店に来ました。どんぐらい大好きやったじゃん。おはようございます。旅行3日目、今日洗濯をまずしたいのでコインランドリーに向かおうと思います。やっぱ確かに。クリーニング、こうやって出来上がりました。中のおばちゃんがこうやって全部畳んでくれて、で、なんかこうビニールに入れてくれて、だからホテルの移動はこのまま持ってくれました。もうめっちゃありがたいサービスです。次にフーコックのフォーを食べに行きます。店員さんが日本語の説明をジュースプレゼントしてくれました。お魚のすり身とかが中に入ってて、そこにお湯を注ぐみたいなスタイルなので、すごく味が薄いと。なので味変をしながら食べるのが美味しくいただくコツらしい。揚げバナナをゲットしました。ホーチミンにも食べるもん。こんな感じ、ごまがかかってますね。めっちゃうまいよ揚げバナナ。日本にも上陸してます。